ともえなは中華人民共和国四川省東部に位置する地球市。ともえなは四川省東北部の山間部に位置し、北は潜水省寒中市、南東は四川省立州市、南西は南三つ市に接する。東には寒中との間に大ともえ山脈がそびえるなど、山勝ちで最低点は海抜208メートル最高点は、 海抜に千五百七メートルに達する。主要な産業は農業であり、市川の中でも比較的遅れた地区である。美しい山岳風景など観光資源は豊富だが、交通手段は不便でありその整備が待たれている。南の重慶市へは四百五十キロメートル、西の成都市へは四百キロメートル、北の西安市へは六百五十キロメートル。隣接する立秋市、南三つ市、 寒中市へは 200km 前後であり鉄道は通っていない。気候は亜熱帯湿潤気候に属し、四季ははっきりと分かれ日照時間も長く降水量も十分である。年平均気温は16.0度から16.9度、年降水量は 1120.7mm から 1203.1mm。市域内には、道へ、南へ、と川など、過量降水系の川が流れる。 これらの川は落差が大きく水力発電に適しておりダムや発電所が作られている。また川や池などの淡水を利用した養殖業も盛ん。域内の山岳部は森林資源が豊富で地域の森林被覆率は47.2%に達し、林業も主要な産業である。南江県の北部の産地には トモエサンスいやウユズリはと呼ばれる世界でも稀な樹種の森が広がる。また山林には熊などの野生生物が多く、20種以上が国家野生保護動物に指定される野生の楽園でもある。工業では石炭、鉄、銅、金、大理石、花工岩、天然ガスなどを産出する。 特に天然ガスは1,100億立方メートル、石炭は6,190万トン、自鉄鉱は8,355万トンなどの埋蔵量がある。とも中和夏院代には、領州に属していたとされる。春秋戦国時代には、友も子国の半都とされ、旗干所は、とも軍が設置された。五貫の永岸年間、干渉権が設置されたが、201年には、派生軍、 後に、東領軍の管轄とされた。南北朝時代の514年、北儀により、派州が設置され、領軍や駅州と解消されるも、新末まで添い重ねされた。中華民国が成立すると1913年、修正の廃止に伴いどもえ県が設置されている。1993年7月5日、ともえ中地区を設置2000年に、 もえ中地区が地球史に改変されもえ中市が誕生した。西勝区三県を管轄下に置く。もえ中地区もえ中市。ありがとうございます。